学生服着て行ったんですけど、学生サリンに気をつけて帰るよって言われて何を思ったか俺にねポップに注意したんですよ、泉谷さん多分親戚以外で初めてされたね、泉谷氏だったもん。もう一曲だけ試しますかね。こんな学校行こうって番組出たるにあたって路上で声かけられてね、フォークから僕吉田拓郎さんとか姫さんから入ったんでテレビ出ませんかって言われてね、バイオ出るかって言ったんですけど、21歳ぐらいでしたけど、でもやっぱ出てみたいなと思っていろいろ一応オーディションみたいなのを TBS に行ってやった時にディレクターさんから君どういうの好きなのって言われて、僕は吉田拓郎さんとか泉谷しげるさんとか凪良健一さんが好きですねって言ったら、おーいいね即採用って言われたんですよね一応オリジナルやったんですけど、こんな泉谷さん拓郎さんと違って凪良健一さんすごいフィンガリングが上手くてですね、僕もこうカバーやってるうちにだんだん大体、まあ、鹿児島だったら長渕さんね有名で、みんなこの長渕さん系そういうフィンガーやる人がたくさんいますけど、僕は4つの指を使って3フィンガーポップやる、なんですか、絶滅危惧種ですんでちょっと聞いてみてください、まあ、その代表格の人ですね、凪良健一さんのジャケットをカバーしてあります。フォークシンガーというんですね。湘南ボーイのお坊ちゃまのようによ俺たちもエレキが欲しかったんだよ、それこそやっとの思い出買えたのが2,500円フォークギター。プロレスラーになるよりも簡単だからフォークシンガー選んだわけじゃない、オートバイで国道を飛ばすよりも楽しいからって歌ったわけでもない、目の前を通るあんちゃん、あんたの持ってるそいつはギターだろ、おいらもあんたの年の頃そいつにすっかり魂抜かれてさ、それからおいらフォークシンガー、犬のような声して犬を鳴ちってた自由な詩人のフォークシンガー、テレビなんぞに決して出るものかとテレビカメラに向かって言っていた、あんたの歌のように白は白黒は黒でやってきて、あんたに話しかければあんたは平気でテレビで歌ってる、それでもいらんフォークシンガー、最近ギターケースがやけに重くなってだから腰をかけると歩けない、左口はね暮らすために来たんじゃない、だけどやっぱり貯金は多い方がいい、フォークシンガーになりたいと息子が言えば頭を殴りつけ、バカなこと言うんじゃないぞ、戦争でも起きなきゃ儲からぬ、そうしたおいらフォークシンガー、それでもおいらフォーク